家にいるのに飽きてきて何かしたくなってきました。それでは世界一の親友スマホにまつわる楽しくて簡単で便利な DIY を試してみませんか。コップ、ボトル、トイレットペーパー、ヘアクリップ、スマホを大変身させるのにたくさんのものは必要ないんですよ。スマホスタンドはバインダークリップで作れます。3つつなげて間のスペースにスマホをセットしましょう。動画を見たり汚い場所にスマホを置かないようにしたいときに便利です。さて、他にも楽ちんで簡単な携帯ホルダーの作り方があります。トイレットペーパー、ペーパーがなくなったら芯を捨ててしまわないでください。穴を開けて中にスマホを入れましょう。倒れてしまうのを防ぐために下の部分に太めの画鋲を4つ差し込めば完成です。あるいはこのヘアクリップトリックはどうです？デバイスを垂直に持っていなくてはいけないビデオ電話の際に便利ですよ。携帯の懐中電灯をオンにしてその上にペットボトルを置きましょう。じゃーん、懐中電灯がランプに変身して光が広範囲に広がります。ちょっと冒険して色のついた水やジュースの入った水を使ってパーティー感をご自宅で楽しむこともできます。楽しいパーティーといえば、スマホで音楽を鳴らしたらスマホをコップに入れましょう。そうすれば音量が上がります。あなたと友達のスマホで音楽をシンクさせるアプリをダウンロードしても良いでしょう。アプリを開いてコップにスマホを入れればパーティーがさらに盛り上がります。2つのペーパーカップとトイレットペーパーの芯を使ってただでステレオを作ることもできます。芯の真ん中に切れ目を入れてスマホのスピーカー部分を下にして差し込みます。カップの横に丸い穴を開けてトイレットペーパーの芯がはまるようにしてください。音楽をつけたらあとは楽しむだけ。ムービーナイトにはプロジェクターを作成しましょう。シューズボックス、虫眼鏡、ホットグルー、厚い段ボールが必要です。箱に穴を開けて虫眼鏡を差し込んで、それからスマホを箱の中に入れます。画面を虫眼鏡に向けるように入れてくださいね。フォーカスを合わせるためには段ボールを使ってスマホを虫眼鏡から移動させます。ポップコーンを作って電気を消して映画を再生したら楽しむだけ。ウェットティッシュを使ってスマホを拭くのはやめてください。画面の保護コーティングをダメにしてしまいます。1対1の割合でアルコールと水を混ぜて、メガネを拭くときに使うような糸くずの出ない布を用意します。この混合液をつけすぎないように布にスプレーして画面を拭いてください。スマホをコンセントに差し込んだものの、置いておくテーブルが近くにない場合、このようにケーブルを小さなピラミッド型にまとめてスマホが充電器からぶら下がるようにできます。あるいは充電器のアダプタ部分に輪ゴムを使ってスマホを固定することもできます。さて、すでに輪ゴムを出してあるのであれば、充電器に使ったのと同じ方法で台所のキャビネットの持ち手を改造しません？皿洗いや料理に飽きました？もう心配ご無用です。普通のケーブルをくるくるのケーブルに改造してスペースを節約しながら絡まりを防ぎましょう。ケーブルを鉛筆に巻きつけて端っこにテープをつけて固定します。それからヘアドライヤーの熱風を当ててください。出来上がり。落とした時にスマホの端っこが壊れるのを防ぐために自分だけのケースを作りましょう。必要なものはこんな感じの柔軟なシリコンブレスレット。これをスマホの周りに伸ばしてつけます。ペンでヘッドホンや充電などのポートに印をつけてください。丁寧に穴を切り出してからブレスレットを再びスマホに装着します。不要なペンがあればバネを取り出して充電ケーブルの先に巻きつけるとケーブルが補強されます。バネを固定するには絶縁テープを巻きつけてライターかヘアドライヤーで縮ませましょう。画面の傷や割れ目をなくすためには歯磨き粉を使いましょう。コットンに少量の歯磨き粉をつけてください。これを亀裂に優しく塗り込んでいきます。スピーカー、ポート、その他の穴の周りは気をつけましょう。マニキュアを使ってヘッドホンをデコレーションしましょう。まずケーブルの一部にマスキングテープを貼ります。これで綺麗なラインが引けるんですよ。
好きな色に塗ってテープを取り外したら乾燥しましょう。模様付きテープを使って充電器をデコレーションすることもできますよ。家族のみんながそれぞれ充電器を持っていて自分のがどれだかわからないという場合に便利です。お財布を持ち歩きたくなければクレジットカードや多少の現金をスマホとケースの間に入れておけます。空っぽのミントケースはイヤホンケースとして利用しましょう。マニキュアやテープを使ってカスタマイズするのもいいですね。節約できますし、プラスチックを捨てずに再利用してエコ。あるいは洗濯バサミを使ってイヤホンをまとめておくこともできます。絡まったり壊れたりするのを防いでくれますし、ペイントしたらおしゃれですよ。小さなレゴの手は充電器を固定するのに最適。これをテープかホットグルーで机に固定しておけば充電器に差し込むのにいちいちかがまなくて済みます。買い物リストを書く気になれなければ買い物に行く前に冷蔵庫や食品棚の写真を撮りましょう。スプレーボトルとホースを使っておしゃれで芸術的な写真のための雨を作り出しましょう。カメラの後ろに立って撮影中にスプレーで水を噴射するように誰かにお願いします。水滴が光るようにライトを調整するのをお忘れなく。カメラのレンズに小さい水滴を垂らしてそっとスマホを反対にしてください。カメラを塩の粒などの物体に向ければあら不思議顕微鏡。あ、スマホがウォータープルーフか事前に確認してくださいね。自撮りのために腕を伸ばしていたらシャッターを押すのが難しいことがあります。代わりに音量ボタンで写真を撮りましょう。写真を撮るためにさらに腕を伸ばしている場合はヘッドホンを差し込んでヘッドホンの音量ボタンでシャッターを切りましょう。ライブ中動画を撮影しようとしたら雑音で音質が悪くなることはありませんか？マイクを指でカバーするといいですよ。自分の名前、メールアドレスや友達や家族の連絡先を壁紙に使いましょう。スマホを落としてしまった際、スマホを見つけた良い人が連絡を取ることができます。最後に充電を長く持たせるためのちょっとしたテクをご紹介。電波が悪い時に電話をしないでください。電波が弱いと電話をつないでおくために充電を消費します。充電器を差し込む前にケースを外しましょう。バッテリーは充電中に熱を持ち、熱いケースを外すと熱が逃げやすくなります。専門家は月に1回ほどスマホを使い切ってから 100% に充電することを推奨しています。こうすることで正しい充電レベルを表示するパーツが構成されます。でも頻繁にやりすぎないでくださいね。そうするとバッテリーがダメになります。 iPad の充電アダプターを iPhone に使いましょう。これで早く充電できます。今日何か新しいことを学べたと思ったら動画の高評価、お友達への共有をお願いします。他のおすすめ動画もぜひチェックしてくださいね。これからもブライトサイドをよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。